さあ今週は RBC SDGs ウィークということで、ある SDGs の取り組みを行っている学校に行ってきます。やってきたのは名護市にある私立の沖縄産育中学校。こんにちは。こんにちは。こんにちは。出迎えてくれたのは2年生の指田さんと山城さん。さあこの学校ではどんな SDGs な取り組みをしているんでしょうか。 SDGs デイキャンプです。いろいろな体験ができます。建屋の式住居を作ろうとか、おもちゃ作りコーナーもある。なんでこういう取り組みやろうと思ったんですか。私たち社会科探究ゼミでは、これまで縄文時代の平和な世界と今の何でも揃っているような世界、どっちが豊かなのかということを考えてきました、そこで今回小学生と体験を通してこのことについて深く考えていきたいなと思って。あ、なるほど、そうなんですね。じゃあ僕もちょっといろんな体験してこようかな。まずは建屋の式住居作りゾーンへ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。これどういう仕組みでできてるの。木の柱でやって、そこに竹で骨組み作って、すすきで藁みたいな感じで敷いてますね。あ、すすきなんだこれ。はい、これすすきです。作業前に強度をチェック。あー強い。よかった。安心できる。それでは屋根作りを体験。届くのか。届いたかな。まあ届いたんじゃないですかね。では、ももかさんも、はい、思いっきりね。いけたんじゃない？いけましたかね。続いてやってきたのは音楽教室。これどういう仕組みですか、これ？これは糸電話の長さや張り具合を調節して作った弦楽器、ストリングラフィーと言います。隊長も体験することに。難しいね。あ、でもこれあれだ、慣れたらこう誰でも簡単に演奏できるみたいな、そんな作りになってるわけだ。この楽器を作って学びは何がありましたか。家にあるもので簡単に作れて、誰でも音楽を楽しむことができるっていう、そういう学びができました、そう、こうやってお金をかけなくても娯楽が楽しめるんですね。戻りました。楽しかった、楽しかった。どうでしたか。あの SDGs って堅苦しいイメージあるかもしれないですけど、そんなんじゃなくて、ひと手間加える楽しさみたいのを味わえた気がする。また今後ともこの SDGs の取り組み頑張ってくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。